こちらっす。うちに、通院してたヒョウモントカゲモドキのタンジェリンの、調子を崩してたね子がいたんですけど、その子はね、2週間で完治いたしました。この最後のお薬を飲んで、終わりになるんですけども、まあ、1週間ぐらい経ったぐらいかな、ご飯欲しがるスムーリーが、見れたので、グラブパイをねちょっとあげたら、めちゃくちゃ食いついて、まあ、次の日にはねちゃんと普通のうんちをしてたので、まあそれで2日おき3日おきぐらいに今あげてって、何も問題なくね、食べてくれてたので、まあ、そこまで、ね、心配はなかったんですけども、まあ、本日ね病院に行って便検査をね、してもらいまして、検中はね通常の、数値にね戻ったということで、とりあえずね一安心でございます。まだねちょっと気は抜けないんですけども、まあ今まで通りというか、薬はね今日で終わるんですけども、まあ普段通り他のルーパーと同じくね飼育していきまして、またねなんかあればまた病院に行ってっていう感じになるとは思うんですけども、とりあえずね完治いたしましたので、ご報告をいたしますということで、今日の動画はこれで終わりでございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。